辛いっすね。すごい辛い作品を作ってしまったと思って。なんか結構そこを乗り越えるまでに本番で乗り越えないといけないなっていう、負けちゃいけないって感じですかね、一番は。すごいなんかね、こうなっちゃうんだよね、やっぱりドライブすると。でなんかでもこのついてる最低なんかこう、初め綺麗だけどなんか腐ってく感じっていうのがすごく、椿ってなんか着てみたら汚いっていうか、そういうのが、ね、桜にこう追いやられてる椿が美しく思えるっていうか、木に咲いてる途中から腐っていって、で下に無残に落ちているのを見ると、よくなんか武士の首に例えられたりするみたいだけど、なんかそういう椿をなんかセットとしてプラスものを作れないかなと思って、今こういうものを拾い集めてるんですね。なんか僕は刀っていう作品で刀の精神がこんなに素晴らしいんだよっていうことを言うつもりは全然なくて、なんかこう自分の中ではその、ま、もっとなんかな、そういう人が作っていく精神論とかっていうよりも、こういう花たちが教えてくれる、そういう自然が教えてくれるものっていうのがなんか大事だと僕は思ってるので、その刀の前半の作品からどんどんそれが、椿が落ちてくることによって、なんかいろんなことを僕も学びたいし、その先にある命の尊さっていう部分を表現できたらいいなっていうふうに思ってるんですよね。血の花落ち10年前若かったとはいえ32歳でしょ。だからやっとやりたいことがこう実現しだしたっていうか、そういう時だったし、もう本当に必死だったし楽しかったしね、そういう時代だったと思いますよね。この10年は割と振り返るのは、なかなか楽しいし感慨深い10年の振り返りを今しているかな。なんか笑けてきちゃったな。笑けてきたんですか。笑けてきちゃったよ。なんかあまりの緊張で通り越してなんかこう笑いに変わった。体はね、強くないから、あちこち痛くて夜も眠れなくて痛くて、だからこれはなんか今やれてよかったなと思うし、でも10年後とかまた自分の体どうなってるのかなとか不安になることもたくさんあるんだけど、少しずつやっぱり体って変わってて時も流れて、
然といろんなことを表現してくれてるというか、なんかこの体頼りっていう感じなんだけど。お疲れ様です。なんとか無事で。ソロ公演がやれるということは自分にとっては夢のような感覚で、ここで一人でまた踊れるということが本当に嬉しいことです。これからも、いろんなことにチャレンジして、踊り続けていきたいと思ってますので、これからもご指導よろしくお願いします。皆様も体に気をつけて、お過ごしくださいませ。本日は、お忙しい中本当に誠にありがとうございました。結局やっぱり自分も、まあ、みんな分かんないけどそんなに強くないと思うんだよね、人間って自分は。でもそこで強くありたいと思うけど、なんか強さっていうのかな、言葉が足りないんだよな、なんか自分の中でボキャブラリーが。自分自身のただ表現できればいいっていうことだけじゃないんだろうね。なんかやっぱり舞台でこう見てくれる人とかいろんな人とこう共有し合うこと、誰も見てないところでねその思いが作れてもやっぱり何の意味もないことだから、もっともっと多くの人の前で踊ることが、大事だから、もっともっと確実に最近ちょっと言えるのは、年取ったからか分かんないけど弱くなって弱くなったなって思う。なんか怖いものが怖いから、昔は怖くとか考えないで突っ走って踊ってきたし、痛みも怪我したら治るよとか、もう痛いのなんか我慢すればいいっていうぐらい体に対して鞭打ってきて、それすらなんか心地よく自分のものとしてやってっちゃう勢いがあったけど、でも怪我をその後して動けなくなったりして、それでまた10年ぶりに迎えた時にこの作品の振り付けの踊りが今果たしてできるのかっていう怖さがあって、もしそれをやってた時にまた壊さないかとかっていうちょっと恐怖心もあって、ちょっとこの公演が決まってからちょっと怖さっていうものがあったよね、正直な風に言うとね。で実際に動き始めてそれがだんだん少しずつ拭えてくるんだけど、だから動き出す前までは怖さがあったね。でもなんかその作品の中身的に言うと、実はその刀っていう作品が実はそういう人の弱さみたいなことを表現してたりしているのかなっていうふうに思えるようになってきてる部分があって、まあ刀とは何かみたいなことの中に、まあ強さとは何かとか、まあ生きるとは何かっていうことになってくるけど、強さってことに関して言うとなんかやっぱり怖いものを知らないでいう強さももちろんあるし、でもなんかこう何かに恐れている中である強さっていうか、そういうのもあるのかもしれないなっていうふうに思えてきて、全く僕がやっぱり刀っていうモチーフに迫るにあたって、その鋭利で研ぎ澄まされたものっていうだけを追うのではなくて、その逆のものも自然と取り込んでいるんだなって思ってるし、取り込まなければやっぱいけないとも思っているっていうか、
最近のすごく考えはそういう、まあ二面性とか二極性とか一つの事柄の道筋が一つではないで二つあるもしくは無限にあるっていう、そのいろんな考え方もそうだけど、そのことをすごく感じているかなっていうのはすごくあるかな。やっぱり踊ってる姿はまっすぐで、すごい自分のことだけど10年前の自分を見て何か目的をしっかりと見つけてそこで戦ってる姿っていうのは、すごく純粋でまっすぐな印象がすごく強かったかな自分で見ても、ちょっと敬意を持っちゃったっていうかおかしいけどそういう感覚はなんかあったかな、やっぱりその先が見たいっていうかそのまなざしの先をやりたいっていうか、そこは強く感じましたね。日本刀も持ってない自分が刀を何を表現できるかよっていうこともきっとあるかと思うんですが、その時の当時の武士たちの思いも想像しながら、まあ、武士道の本をたくさん読めばそういう言葉では知ることはできますが、体で体現していきたいっていう意味で一つ一つそういうことを紐解いていきたいと思って傲慢ではありますが刀というタイトルそのままに、付けさせていただいてやらせていただいています。人を斬るためのものではなく何かを守るためのものかもしれないし、何なんだろうか人ってっていうことを考えた時にこのテーマがやる意味はあるのかなと思って考えてます。10年経って本当最近は変わらないなって思うことがすごくやっぱり多くて、この時の自分よりもさらなる進化を遂げて皆さんの前に立ちたいなと思っております。